1785年、天明5年、花岡清秀は、京都での医術修行を終え、故郷である紀伊の国に戻ってきました。清秀は漢方の一種である、古方を学ぶ一方、オランダ流外科を治めるなど、最先端の医術を身につけていました。しかし、それは医術の限界を痛感することになりました。例えば乳がんは、切れば患者の命が危ういとされ、当時は外科治療の対象ではありませんでした。乳がん切除のような大手術は、全身麻酔をしなければ患者は耐えることはまずできません。そこで、清秀は麻酔の研究を始めました。先人の用いた麻酔薬の処方を改良し、延べ十数人の協力者の協力を得て有効性と安全性を確かめました。母親と妻が投与試験に参加したとも伝えられています。そして、つい2804年10月、清秀は60歳の患者に対する乳がんの手術に挑みました。患者に脚気と喘息があったため、40日以上もかけてそれらの治療を行うなど、清秀は慎重に手術前の準備を進めました。朝鮮朝顔を主成分とした麻沸散による麻酔はよく効き、ちぶさから癌だけを摘出する手術は見事に成功しました。また、清秀はオランダ式の縫合術、アルコールによる消毒などを行い、乳がんだけでなく、膀胱結石、脱走、時、腫瘍摘出術など様々な手術を行っています。その後、清秀の元には麻酔や手術の方法を学ぶために、多くの若い医師たちが集まりました。清秀は意欲ある医師を見定め、意の心、と共に麻酔法を伝授しました。それは、日本の外科手術の発展につながりました。そもそも清秀が麻酔を用いた乳がん手術をやろうと思ったのは、欧州では乳がん手術はやっているが、日本はまだやっていない。後続の医師に期待する、と言われていました。ただ、欧州でも麻酔は使われていません。乳がんを根治するほど大きく切るのは、患者が受ける耐え難い痛みを解決しなければ不可能でした。そこで麻酔法の完成こそ、がんの医療を進歩させる最重要の課題と考えたのでした。清秀は多くの書物で研究を重ね、朝鮮朝顔とトリカブトが麻酔として機能するとの結論に至りました。そして、麻沸散の完成には多くの実験と臨床試験を行い、10年以上かけて完成させました。麻沸散が完成したが、清秀には心配事がありました。それは麻沸散の処方が公開されること。そこで清秀は、麻酔薬の処方を伝授した弟子が国元へ帰るときは、他の誰にも処方の秘密を明かさないよう約束させました。その理由は、まず当時は医術の奥義を秘密にさせることが一般的に行われていたこと。そしてもう一つの大きな理由は、麻酔事故を防ぐという目的があったことでした。しかし、一世を風靡した世界初の全身麻酔法は、衰退していきました。その第一の原因は、麻酔の導入に数時間を要するところでした。このため、緊急の手術や、野戦病院などでの要求に応えられなかったのです。さらに麻沸散では、浅い麻酔状態しか得られず、麻酔を早く効かせて、効果を自在に調節することが必要とされる時代の要求に応えることができなかったのです。このため、幕末から明治維新にかけて、清秀の麻酔法は急速に衰退していきました。清秀は弟子たちに、自分の医術は心に浮かんだことに手が反応するもので、口で表現することも、文章に書いて表現することもできない、そんなものはカスのようなものである、と言い聞かせました。しかし、清秀の医学への志は現代医学に影響を与えたのも確かなものです。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。